博史、小野大輔のディアガールストーリーズ。こんばんは、神谷博史です。モッツ、小野大輔です。はい、どうも。満身創痍じゃねえかよ。そうですね。まあ、もう先週はですよ、小野大輔生誕祭をお届けしましたけど、いかがでしたか。いかがでしたかって言われると、疲れたね。疲れましたね。あなた特に疲れたでしょう。僕はもうすっかり疲れてしまいまして、はい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 、先週の疲れを引きずっていますよ。いや、あのね、何さ、言い忘れたんだけど。何ですか。エンディングテーマすごかったね。エンディングテーマですか、うんうん、そうですか。母に捧げる。あれはあれで大変でしたよ。大変だったよね、ただでさえリハーサルやって歌を覚えなきゃいけないのにさ、そう、ね、いたずらにさ、なんかメールだけが来やがってさ母に捧げるバラードを歌ってくれませんかっていうさはぁなんつって急だね。何回も聞いて覚えましたよ、僕。覚えたんですよね、こら哲也って書いてあるところをこら大輔に書き換えたりとか、書いてた。そう、タバコやったところをかぐやに書き換えたりとかそういうのいろいろやって、はいはいはい、一発撮りですあんな時間かけてたけど一発撮りだったんだ、ね、一発撮りだったんですけどね。非常に大変でしたけど、ね、その苦労を聞くとまあでもありがたかったなと思いますよ。まあまあまあいいですよ、はい、もう毎回毎回ね、小野さんもね、あの神広生誕祭の方ではエンディングの、ね、歌唱を担当してますから。まあそうですね、はい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 、僕だからそんなないんですよ、経験としては。3回目です、3曲目です今回。そうなんだ、貴重な、貴重ですよ、小野さんは割と多いんですけどね。また聞きたいけど、ね、まあ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 、あれはあれで、まあ、音源としては小野さんにねプレゼントはできますからね。ああ、ぜひください、ぜひ見て聞いてくださいね、はい、さあ、まあ、走行してるうちに15年生が近づいていますよ。あ、やべえっすよ、やべえっすね。あれ、そして俺ファンファンタイムやってんじゃないこの日。え、多分やってる系じゃね。嘘でしょ、そんな直前に。どっかのライブで、うん、寝てますか。また会場で寝てんの。多分寝てます。風邪ひかないでね。うん、まあでも楽しいからいいんじゃない俺は今日はもう眠くてしょうがないぞ。本当だよ、ね、な、今これさ、マスターピース流れてるけれども、はいはいはい、頭の中で振りがすごいこうさ創作してるから。そうだね、確かにね。ね、うん、もう忘れまいとね、必死ですけれども、うん、はい、まあそんなことは今日忘れて楽しい放送やっていくぞということで、僕とあなたの物語ディアガールストーリーズ第788話、ヒロシーが寝ちゃう。もう疲れてんだよ、ね、寝るな、寝たら放送事故だ。そうだね。